東京都知事の小池百合子が31日、東京・豊島区のアニメイト池袋本店で行われた新アニメ展示施設のプレオープンセレモニーに登場。声優の山寺宏一、富永美奈らと共に新施設の魅力を発信した。一般社団法人日本動画協会が東京都と協定を締結し、アニメの展示施設を10月31日に池袋に開設する。小池氏はアニメ文化を日本、東京のキラーコンテンツだと表現し、この文化を池袋から世界に発信していく。アニメ産業は次の世代を育てなきゃいけないですから、今後発展していくための今回の取り組みであり、将来を見越したものであることを理解してもらいたいと熱弁した。イベント終盤には MC の山寺、富永から新施設の名称がアニメ東京ステーションであることが発表された。